少し文明社会のことについて、えー、少し前もって申し上げておきますとこういう親戚、えー、時代の宗教を基盤にして後の国家社会の祭りの、えー、が出来上がっていくと思うのですが一つ親戚時代にはなくて次の国家の時代に出てくるものに、えー、こう鋭い再起というね親戚時代は刃先刃物というような祭りの道具はあまり少なくて今まで見たような 力というのは龍が象徴しているというようなものですが、国家が出来上がってくると上にあります。のはみで右下にありますのはね。その斧なんです。斧はこれはおそらく武器としての斧まさかりというふうな斧でありまして。そういうようなこう武力というものをシンボリックに表現したようなものが加わってくるという。だから、まだそういうものは現れていないんだけれど、まあ、そういうものに向かっても基盤がもう作られていくと。いう、 だから社会生活で言えば都市が原初形態も出来上がっているし本格的な農業牧畜もしているしその宗教の仕組みも後の国家の時代の基盤になるものまあそ,れそういうものに少し新しい要素が加わるとも次の国家の時代の社会が出来上がっていくというふうなところまでいっているということであります。